はい、皆さん、こんにちは。どうも、ちゅうです。今日は別に特に何にもないけど、メイクしながら、シュンシュンって喋っていきたいと思います。シュンシュンでーす。シュンシュンでーす。じゃあもう適当にメイク始めてきます。あ、もう始まるんだ。もうメイク始めるよ。始めるよ。当たり前じゃん。とっとメイクしないと、この後の撮影が。そうね。ねえ、ガオちゃん、今さっきから思ったんだけど、うんこつけようとしてきてない？うん、うん。自分のお尻のね、穴をね、嗅がせようとして。帰ったら自分家の猫に怒られる。うちの猫そういうの気にしないんだよ。全然嫉妬しないんだ。しない。ちょっと怒ってほしいんだけどね。怒ってほしいの。嫉妬ってしてほしいよね。嫉妬されたくない？なんか私ね、めちゃくちゃ嫉妬されたい人なの。嫉妬って何されたい？例えば、ね、男友達に呼ばれて、うん、飲み会行っちゃったとしたらってこと？うん、帰ってきた後に嫉妬してほしい。例えばインスタストーリーとかで普通に楽しそうな風景とかあったりとかするじゃん。そういうのを見て楽しかったのって言われたい。え、ちょっと怒ってない？だってそれ、え、ちょっと怒られたい。あんま言ってほしくないって言われたい。あー、分かったよって 言いながらそれがまた見たくて言っちゃう。まあダメだろう。そう、そうなのよ。ダメなの、知ってんの。だって私さ、前にさ、彼氏いた時とかの話になっちゃうね、結論ね。婦女シスターズのさ、うんうん、3人で遊び行ったりとかするじゃん。うんうん、その当時同棲してた彼氏のご飯作ってから行ったもん。そう、ご飯作ってあげて、置いといて、で、そっから遊び行ってた。だからもうね、YouTube がね、もう雑で雑でみたいな。難しいよね、仕事とプライベートのバランスって。え、むずいわ。なんて、YouTube とかだとさ、まあ変な話さ、自分の稼ぎが減るぐらいじゃん。うんうん。そう、でもさ、責任ある仕事って言ったらあれだけどさ、他の人が関わってくる仕事ってさ、少なからず自分だけの責任じゃなくなるじゃん。そうなってくると余計難しいよね、みたいなところあるよね。私も仕事優先にしたいなっていう思うところもあるのよ。でもなかなか優先できないのよね、気持ちが。なんかいつぞやね、私なんだったっけ、港区女子メイクみたいなのやった時があったんだけど。あったね。あの時さ、私元気ないんだよねって言いながら撮影してたの。その当時の彼氏となんかめちゃくちゃいろいろあって本当に元気なかったの。あんまりなんか感情に嘘がつけないからさ、大変なのよね、なんか。いやでもプライベートほらやっぱり充実してないと仕事はいかんからな、うん、そう。だって仕事のために仕事するってことなくない？なんか私本当にそれ思うんだよね。だから仕事なので基本だるって思いながらすればいいと思ってるの。私は何でもそうだけど。今何やってるの？コンシーラー。ああ。ここに大きいシミあんだよね。撮りたい撮りたいって言いつつずっと撮ってないんだけど、もう6月になるじゃん、税金くんの。ああ怖くてお金使えないんだよね。熊撮りたいんだよね。熊取りって一番怖くない？なんか目開けたまんま手術だよ。でもなんかすぐ帰れるみたいな。うん、すぐ帰れる。なんか入院とかないよ。でも整形に基本入院なんてないかも。骨でも切んない限り。だって包茎でも入院しないもん。だってそれこそ肉切らん？肉は切らない、別に。脇を切るじゃん。切るじゃん、やっぱり。切って、なんかストローのでっかい版みたいなのがあって、なんて言ったら、ところてんみたいな。ははっはっつって公共のシリコンバッグがあるじゃん。なんかをもうそのストローの中に入れとくわけよ。でその入れといたやつをこうギューッとしてスポーンって入れるみたいな。そんな感じで確か入れるんだよ、公共ってね。そうなの。どこやったっけ。もうね、すぐ化粧品どっかやっちゃうの。わかるっしょ。眉毛描くのどこ行った？ないんだけど。よし、パウダーでやろう。パウダーでやっちゃえばいいよね。これ起点に効くところがね、私のいいところだから。自分で言っちゃうからな。そうなの。でもね、なんかね、自己アピールはめちゃくちゃできやすいタイプだと思うの。気に入られないけど。意味ないよね。意味ないんだけど、私これができますみたいな。起点も効くしとかっつって、自分にあるものばっかり数えてたらこうなった。配信する側はそうなるよな。そうだよ、自分が何が武器なのか考えることが多いからね。でも謙虚さがないよね。ないの。だって謙虚に生きてたっていいことないもんね。自己主張強めで生きていかないと。でもちょっと空気は読むじゃん。本当に思う？え、読まない？私読めないタイプだと自分で思ってるんだけど。あ、そう、よかった。今すごい、まあ一言で救われたんだけど。え、ありがとう。なんでそんなに？あ、本当に。これ見てほしい、この線を。ここのね、生命線とさ、ここの線あるんだけど、この線がね、離れてる人っていう KY なんだ。めちゃくちゃ離れてる。もうリアルなこと言うとマジで 1.5 センチぐらい離れてる。もうね、生まれ持っての KY なの、私。友達とさ、占い行ったりとかするんだけど、この間もね、横浜のね、先生がいたんだけど、もうその先生引退されちゃって、そしたらさ、また別のところからさ、あそこのどこどこの先生よりも当たる先生見つけちゃったとかっていうラインが、婦女シスターズのあーちゃんの元に届いたらしくって、チルさん、いいの見つけたよとかって言うからさ、え、そうなのつって言って、このノコノコって言ってくんの。どうしよう、あさって死にますって言われたら。
まあ、明後日死にますより結婚できませんの方が嫌でしょ。そうなの。結婚できませんって言われたら一番きついかも。私がね、見た感じだとできませんって言われたりとかする分には全然構わない。信じないからって思って生きてればいいから。夢占いとか、なんか嫌な夢とか印象的な夢見たら、うん、大体調べて、いいところだけ拾う。拾う？夢占いのさ、夢心占いってサイトあるの知ってる？そのキーワードで検索できるやつがあるんだよ。それでね、検索するとね、大体の心情的な問題だったりとかするんだよね。これから何々が起こりますとかじゃないのよ。今のメンタル。今のメンタルみたいな。そう、精神鑑定でも言われたしね。夢っていうのは不安の表れなんです。セカンドオピニオン行くんだもんね。ああ行ってないね。バックれちゃった。あら。そう、旅行の予定入ったからさ、ごめんなさいキャンセルねとかって旅行行ってきた。旅行の方が効きそうで笑った。それはそう。てかさ、最近さ、ずっとグレーのアイシャドウ使ってんだよね。インザミラーアイパレットのウィンターグレー、ずっと使ってる。これもうこの色もあつかわいいと思って買ってよかった。指原様様でございます。新しくブラシも出るようで、そちらも買います。サッシーに愛を込めて。この動画のタイトル決まったね。限界30代。ね、もうどんどんね、話するネタが昔話とかね、想定できない未来の話のことが多いわけ。もう30代になってくると。ね、そう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 、占いがね、とかつって。キラキラした30代って何の話するの？知らない、自分の子供がって話するんじゃない？でもそんなイメージだよね。何あとは。うちの旦那がとか。独身でもキラキラした30代いるやん。世間様から見たらチュルもそっちでしょ。キラキラした30代に見えるってことでしょ、うん、こんなどんよりしてる30代いる？自信はないのね。ないのね。でも確かにスペックだけで言ったら私キラキラしてるはずなの。 YouTube やって飲み屋さんでたまにバイトで出てるぐらいで、たまにだけど雑誌のお仕事もさせてもらって、うん、で、そう考えたらキラキラよね。姉アゲハさんにもね、そう、あ、6月7日発売です。よろ、皆さんよろしくお願いします。ほんとそんなのキラキラでしかないじゃん。でも自覚がないの。こんな可愛いワンちゃんまでいるのかな。そうよ、ワンちゃんまでいてさ、ね、一人暮らしもさ、まあそれなりに充実はしててさ、みたいな、友達もいてさ、みたいな。そりゃ、いい人生のはずだよね、普通に考えたらね。これで男いたら完璧よ。思わん？逆にそこしかないから、そこですごい病むの。限界30代だね。でもね、ぶっちゃけちょっと考えてることがあってね、ちょっと田舎に引っ越ししようかな。考えてる。まあ言うて関東だし、すぐに都内来れるぐらいの距離だけど、田舎に引っ越ししたいなって考えてんだよね。だから今年の末ぐらいに車の免許取り行こうかなと思って。でも私さ、なんかほら妄想が得意じゃん。だから考えるのはすごく得意なのよ。あ、こうしていけばこれができるなとかさ、それを実行に移せばいいだけの話なんだけど。でもちゃんと今年はやりたいなと思ったこと全部できてるな。ピラティスに通う。ピラティスは行ってないわ、ごめん嘘ついて。ジムに通う。そうね。そう、でもジムで基礎トレーニングをつけてから年末あたりからピラティスに行こうかなと思ったんだけど、で、来年ぐらいに田舎引っ越しできたらなみたいなぐらいで思ってるの。まあ更新の時期もあるからね、ここの。その田舎はなんで？田舎？なんか、晴れた日に窓全開にしてワンコがすごい快適に暮らしてる感じ、あの木造の家で、それでソファーで観葉植物があるところでこうやってぐったりしながらカンドラみたいの。カンドラだ。それ疑似主婦？自分で夫と主婦両方やる。最終形態そうなりたいんだもんね。最終形態それなりたい。そこに旦那が転がり込んでくれば一番最高なんだけど。あ、雲の巣張ろうとしてる。そう、雲の巣張ろうかなみたいな。うちに来たらこんないいことあるよつって、もう日照逃がさないの、入った瞬間に。ホラー映画すぎる。マジで。もう男を捕まえるというか、その巡り合わせがさ、あるのかって言ったらちょっとないんじゃないかと思えてきちゃって、私。もう一人で生きていくの前提で生きてた方が良くないって思い始めてくるぐらいなんだけど。まあそうね。悲しい。ローンで買っちゃおうかしら。そう、狭くていいの、そんな。大きくなくていいの。一軒家が欲しい。私、改造したいの、家。で、なんか自分の庭にね、サウナとか建てちゃって。もう、毎日極楽天国。ほんとね、そんなのやりたい。なんかさ、うちね、実家は結構意外と広いのよ。家2軒あって、小屋みたいなのが3個あって、ビニールハウスが2つあって、畑があって、で、駐車場がハイエース10台ぐらい止められるようなところがあって、別でお庭があって、それの倍ぐらいのお庭があるわけ。何それ。そう、本当にね、そんぐらいあるのよ、実家はね。だからワンちゃん実家帰ってさ、なんかサウナだけ建てればもうね、安上がりじゃねみたいな。そうだ、土地ちょうだいって。そうそうそう。で、しかもさ、お母さんにさ言われたのよ。お母さんに、お兄ちゃんと弟がいるんだけど、うち弟は弟で実家に住みたいって思ってないみたいな。で、
お兄ちゃんもお兄ちゃんで実家に出入りするようなタイプじゃないんだって、うんうん、だからあんた帰ってきてよみたいな言われたの。それも選択肢に入れていいんだとか思っちゃうじゃん。でもまあね、ちょっとうちお父さんと仲良くないからね、あんまりもう昔ながらの頑固親父、謝ってくんないの。ああね、お母さんは仲いいね。お母さん仲いいね、普通に。チルママがどんな顔か気になるでしょ。似てる？それ似てないの。似てないんだ。うん、うちのお母さんね、芸能人でいうとこの矢口真理と矢田亜希子を足して2で割ったような顔してる。へぇー、わかんないか。私がパパになるの、お父さんになるの顔がね、周りの人にすごいお父さんに似てる、お父さんに似てると昔のお父さんそっくりだみたいなこと言われたりとかしてたからさ、なんかお母さんにさ、すごいちょっと私がショックそうな顔でさ、私お父さんになるの、お父さんと一緒だからハゲちゃうのみたいな感じでお母さんに言ったの。そしたらお母さんがさ、あんたもお兄ちゃんも弟もみんな私にしか似てないとかって言うの。お母さん可愛いと思って、みんな私の遺伝子みたいな。可愛いよお母さんみたいな、めっちゃ可愛かった、チルママ。で、初めてメイクしたのっていつ？あ、すごいいいこと聞いてくれるね。中2。中 2？ そう。中2の時はね、バレない程度にしてた。ちょっと暗めのアイシャドウをここにクッて入れるとか。あ、シャドウを入れるのね。そう、アイラインだとちょっとくっきりしすぎるかなと思って。え、それは何？学校行く時とか？学校行く時とか。へぇー。え、なんか周りやってる人いた？女子はするんじゃない？女子はしてたね。まあ、ジャンル的にこういう生き物じゃん、私も。だから、なんかあんまり派手にしすぎてもな、みたいな感じだった。そう、ね。そう。あと、地元の時はバレないように必死だったからね。そっか。そう。だから、未だにね、あ、一回だけ会ったの、地元の子から連絡が来るみたいなことあった。私絶対バラしたりしないからって言われたの。ツイキャスやってる当時ぐらいの時に来て、うん、信用できんじゃんって思いながらもさ、なんか死活するのも申し訳なくてさ、返したんだけどさ、まあ LINE 続かなかったよね。速攻で整形の話聞かれた。ねえねえ、二人どこうまいのみたいな、すごいこと言われてさ、はぁーみたいな感じになってさ、地元帰った時に会おっかってなったんだけど、うん、そう、同級生だしね、全然会わなかったね。しかもね、どちらかと言ったら、なんか仲は良かったし、幼馴染って言ったらそんぐらい一緒にいたっていうか、あの、幼稚園からずっと一緒の子だったんだけど、どちらかと言ったら不良グループにいた子なんだよね。あ、そうなんだ。で、私もどっちかって言ったらそっち側にちょこちょこ足を踏み入れながらみたいな、うん、なんか、いろんなところを転々としてるタイプだったんだけど。でもね、やっぱりね、こういうさ、ジャンルのさ、人間のさ、思春期ってもうほんと掘り返してはいけないぐらい闇深いと思ってるんだ、私は。本当に闇深いの。私のね、中学時代はね、言いたくないレベルで無理。大変だったんだ。大変だった。もう何、自分でもわけわかんない状態なんだよ。でもそれをさ、なんか誰かに言ったりとかしてさ、それバラされたりとかしたことあってさ、私。うわ。大変だった、本当に。そう、闇深いわ。ジーン、ジュルちゃん。はい、という感じで、とりあえずこんな感じでメイクできました。言うてあれだけどね、別に何も化粧品紹介してないよね。うん、ていうかさっきとさ、一応服変えてるんだけどさ、何が変わったのって感じだよね。これ一応ワンピースやねん。そう。可愛いんだけどね、マジイエベ春優勝みたいな色なんだけど。本当はね、このね、グレーじゃなくってね、なんかシースルーの白のシャツをね、合わせようかと思ったの。そしたらね、洗濯物をボン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 適当に入れるカゴみたいなのがあるんだけどさ、そこの中でべちゃべちゃになってたから、もう着れないわと思って、もうとりあえずこのグレーのやつ着ましたって感じです。っていう感じで今日は限界30代の話だったね。悲しかった。ね、なんか、悲しかった。なんで私ちょっと楽しかったのに。嘘、楽しかったねでよくない？ねえ。楽しかったよね。これはもう強制だから楽しかったって言いなさい。楽しかった。はい、よろしいです。皆さんも見習って楽しかったって言いましょう。というわけでですね、この動画が少しも面白いなーなんて思ってくれたりとかしたら、グッドボタンとチャンネル登録、あとコメントもぜひぜひよろしくお願いします。ということで、以上、チュルでした。シュンでした。バイバーイ。バイバイ。